ヨハン・アントン・ギュルデンシュテットはバルトドイツ人の博物学者である。ロシアの女帝エカチェリーナ2世の講演で行われたロシア各地の博物学的探検に参加した一人である。現在のラトビアのリガに生まれた。早くに両親を失い、1763年からベルリンで薬剤師になる教育を受けた。22歳の時、フランクフルト大学で薬学の博士号を受けた。 翌年、サンクトペテルブルクの科学アカデミーに招かれ、エカチェリーナ2世の講演するロシア周辺域の博物学的探検に参加することになった。ロシア南部を探検し、翌年、ザムエル・ゴットリープ・プグ・メリンと共に、ウクライナ、アストラハン、コーカサス、グルジアを旅した。1775年に、サンクトペテルブルクに戻り、ロシア南部の地理学、歴史、文化、 博物学の分野の著作を行った。多くの新種動物の記載も行った。1781年にサンクトペテルブルクで流行した熱病によって35歳で没した。没後、探検を率いたペーター・ジーモンパラスによってギルデンシュテットの旅行記ライズン・ディ・ヒルースラント、ウント・イム・コーケ・ジチェン・ゲバージが出版された。ゲルデンストは植物の学名で命名者を示す場合に、 ヨハン・アントン・ギルデンシュテットを示すのに使われる。旅行機に添えられた古代の記念碑の図版。ありがとうございます。